ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、今週1週間の SIM フリースマホ、それからキャリアスマホ、両方合わせたスマートフォンの人気ランキングをご紹介します。まずは第10位から8位までです。10位は ASUS の Zenfone 3。9位はソニーの Xperia XZ1 ドコモ版。8位はファーウェイの Nova 2です。10位にランクインしている Zenfone 3は今から2年前の2016年に発売されたモデルです。コストパフォーマンスが高い上、MVNO 各社でも取り扱われているため、現在でも人気が高いスマホになっています。9位にはソニーの Xperia 最新モデル XZ1 のドコモ版がランクインしています。そして8位は今週初登場となるファーウェイの Nova 2がランクインしています。これまでファーウェイは SIM フリー市場向けにスマートフォンを販売していましたが、この Nova 2は大手キャリアから発売される最初の端末となります。発売前から各 IT 系のサイトで紹介されていたり、端末自体の完成度も高いということもあって、人気もそこそこ高いようです。続いては7位から5位までです。7位は LG の V30 Plus。6位はサムスンの Galaxy Note 8。5位はファーウェイの Mate 10 Pro となっています。7位から5位にランクインしている端末は、すべてフラッグシップモデルとなります。7位の V30 Plus は、スペックは高いものの個性が少ない端末です。ただし、それは逆に言うとバランスがいい端末ということでもありますので、結果的に人気が出ているようです。続いては、4位から2位までです。4位は、シャープのアコースセンスライト。3位は、ASUS の Zenfone 4。そして2位は、ソニーの Xperia XZ Premium となっています。4位のアコースセンスライト、それから3位の Zenfone 4 Max は2つとも SIM フリーモデルとなります。まだまだ SIM フリーの中では防水に対応したモデルが少ないんですが、シャープのアコースセンスライトはきちんと防水にも対応しているということもあって、SIM フリーモデルの中では3万3000円とやや価格が高いものの人気が高いようです。3位の Zenfone 4 Max については価格が2万円台前半ということで、手頃な価格で、なおかつスペックもそこそこ高いということもあって、毎週ランキング上位に入っています。2年前に発売された Zenfone 3も第10位にランクインしていましたが、この Zenfone 4 Max についても来年再来年とこのランキングに残るのかもしれません。そして1位はファーウェイの P10 Lite となります。毎週1位に入っている P10 Lite が今週も1位になっています。話は変わりますが、ちょうど今日、ファーウェイから新型のスマートフォン、Nova Lite 2が日本で発売されました。Nova Lite 2は最近入りの縦長のディスプレイで驚愕縁。さらにデュアルレンズに対応するなど、かなりハイスペックな端末ではありますが、価格はこの P10 Lite と同じく2万円台の中頃になります。ということは、今後は P10 Lite よりも Nova Lite 2の方が人気が出るかもしれません。発売以来、このランキングの1位をずっと独占してきた P10 Lite ですが、今後は Nova Lite 2に1位の座を譲ることになるかもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。